日の夜7時15分から9時55分までをライブで綴るウィークエンドライブスペシャル。オープニングはここ505スタジオから生放送でお送りするセッション89。今夜は日野本彦エレクトリックバンド、そして日野本彦 1960X ゲストボーカル鈴木美智子、以上の皆さんの出演でお届けします。全国の FM 放送を聴きの皆様こんばんは。そしてスタジオ505にようこそいらっしゃいました。セッション89、司会の鹿内隆です。今日もたくさんのお客様に来ていただきましてありがとうございます。このところ暖かい日が続いたんですがね、この寒波が押し寄せてまいりまして、やっとなんか真冬らしいという寒さを感じている今日この頃でございます。いかがお過ごしでしょう。風邪などひかないように一つ気をつけていただきたいと思います。さあ今日も楽しいセッションをお楽しみいただきます。今日の前半はですね、日野本彦 1960X の演奏とゲストボーカルに鈴木美智子さんをお迎えしまして、50年代60年代のジャズ、そして後半は、日野本彦エレクトリックバンドの演奏で、日野さんのオリジナル曲をたっぷりお楽しみいただこうと思います。まずは日野本彦 1960X の演奏で参りたいと思いますが、ハービー・ハンコックが小さい頃に、聞いたスイカ売りの声、このイメージで作った曲なんだそうでございます。 Watermelon Man。
360X。 曲は Watermelon Man。 それでは演奏メンバーをご紹介いたします。ピアノはノリキー総一、ベース古野光昭、トランペット五十嵐一世、アルトサックス時秀文、そしてリーダーです、ドラムス日野元彦。さあ、それではゲストボーカルに入っていただきます。初登場でございますが鈴木美智子さんです。どうぞ鈴木さん。それでは早速歌っていただきますが、今度はキャノンボールアダレグループのピアニストだったジョー・ザフネオの代表作、日本でも大ヒットいたしました、Mercy, Mercy, Mercy。Oh,
マーシーという懐かしい曲を送りしました、それでは次の曲も、60年代の大ヒットナンバーです、これはナット・アダレーというキャノンボール・アダレーの弟が、の人が作った曲で、ワークソングという曲を聴いてください。Breaking up big rocks on the chain gang, breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang, cause I've been convicted of crime. Hold it steady right there, wanna hit it. There's a rag on that old again. I've been walking and I'm walking, but I still got so terrible long to go. I commit a crime, no donating, crime of being hungry and poor.Left the grocery store, man, I'm bleeding. When he got me robbing his store. Hold it steady right there, wanna heal it. There's a rag on that old again. I've been walking, and I'm walking, but I still got some trouble to go. I wanna break this chain of wrong. I wanna lay down somewhere with shady. Lord, it's sure, it's hot and it's sun. Oh, it's standing right there. Yeah, what I
There's a record that only you've been walking and walking, but I still got so long to go. And walking and walking, but I still got so long to go. And walking and walking. Can't you hear me, Lord? Please, Lord, I'm so mercy on me, 'cause I'm so terrible tired, and I wanna see my sweet darling, but I still got so long, long, long. Still a long way to go. Suzuki Michiko さんです。2曲歌っていただきました。非常にポピュラーな曲としてヒットいたしました Mercy, Mercy, Mercy、 そして、日本語でも確か歌われましたが Work Song、2曲歌っていただきました、それでは再び、日野本彦 1960X の演奏をお届けしたいと思います、今度の曲はキャノンボールアダレーのグループの演奏でおなじみでございますが、正式名は Walk Tall Baby, That's What I Need、という題名なんですが、胸を張って歩けという意味の Walk Tallこれを演奏していただきましょう。どうぞ。
1968 ピアノは乗木聡一、ベース古野美咲、トランペット五十嵐一世、アルトサックス時秀文、そしてリーダードラムス広尾元彦曲は Walk Tall でございました。さあそれでは今度はメンバーにちょっと変わっていただいて、火の元彦エレクトリックバンドの皆さんの演奏に移りたいと思いますが、その前に、メンバーをご紹介いたします。先ほどピアノを弾いておりました、乗木聡一さん、キーボードに変わります。キーボードは乗木聡一です。そしてベースはグレッグ・リーです。もちろんドラムスは火の元彦さん。しかし今まで叩いていたドラムスのセットとは変わりまして、新しい今度はフュージョン系のドラムスのセットに変わります。この3人で火の元彦エレクトリックバンドを演奏していただきましょう。その1曲目ですが、火のさんはあまりオリジナルを書かないんですが、この日は書きたいなと思って家を出発したんだそうでございますが、現場に着く15分間の徒歩の道のりなんですが、その間にイメージが湧いて書いたと、こういう曲なんだそうでございます。さあそれでは演奏していただきます。 86th Columbus Corner。
日本人のエレクトリックバンドの演奏で86コロンバスコーナー、それではもう一曲お楽しみいただきます、曲は Memory of Central Park。
日本時子エレクトリックバンド、2曲演奏していただきました。86th Columbus Corners、 そしてただいまの Memory of Central Park、 どちらも日本時子さんのオリジナルでございました。そろそろ最後の曲になってしまいました。ここで、先ほど出ていただいたトランペットの五十嵐一世さん、そしてアルトの時秀文さんに入っていただいて、演奏していただきましょう。日野本彦さん、愛称トコさんって言いますよね。今度の曲もその名前がちょっともじってある曲なんですが、ポルトガル語でトコっていうのは演奏するっていう意味なんだそうです。でマルシャっていうのはマーチという意味でございまして、トコさんとトコさんがマーチを演奏するとこういうわけでございまして、サンバでお届けいたしましょう。トコマルシャ、どうぞ。
オフからお送りしてまいりましたセッション89、いかがでしたでしょうか。今日の出演は日野本志向エレクティックバンド、そして日野本志向 1960X ボーカル鈴木道子、以上の皆さんでした。来週のこの時間は森本陽子トリオ、荻生さくら子トリオ、ボーカル峰純子、テナーサックス山口真由美、以上の皆さんの出演を予定しています。司会は私司会内隆でした。それでは来週まで、さよなら。